おはようございます。釣り子 TV です。メリークリスマスっていうことでね。まだクリスマスじゃないかな。自分へのクリスマスプレゼントっていうことで、中古釣り具屋さんでね、いろいろ買ってきましたよっていうことで、早速ね、どんなものを買ってきたか見ていきたいと思います。まずはね、これね、ちなみにね、このサイズのね、箱を、欲しかったんです。証拠にもなくビッグベイトとかね、なんかでっかいトップウォーターとかね、増えてね、このシーズン投げ切ったらまた来年の秋ぐらいまでちょっと休憩になるんで、ストック用にね、715円ね、結構高いですねこれね、買うとね、これね中古で715円で売ってたんで、まずこのでっかい箱ね、これを買ってきて、で、この中入れますよっていうことで、買ってきたね、いろいろなものがですね、この中に詰まっております。じゃあね、早速開けていきたいと思います。何を買ったでしょうかってことで、まずはこれ！いやー、ジャッカルのね、バウンティーフィッシュが中古で売っていて、これね、新品で買うと1375円って書いてありますけど、結構ね、4つなんですけど、まあちょっといろいろギミックが搭載されていたりなんだりで、案外高いんですよね。それがね、中古で590円でね、売ってましたよってことで、しかもね、これね、一番最初に買って、で、実際にね、使った時にね、釣ったから、これね、ストックで欲しいなって思ったんですけど、それが、趣味よく中古でね、こんないい状態で売っていたので思わずね、俺がバイトしてしまいました。バウンティーフィッシュとにかくね、動きがいいのと、まあベイトタックルでね、そのカバーの奥や奥とかね、立ち木のややこしいところとかにね、チパパパパーってね入れて、そんでもってね、本当にこのネットジョイント構造だっけな、書いてありますね、ここが網でこうジョイントされているんですが、ね、クイックイックイックイってめっちゃね動きがいいんですよねっていうのが、中古で売っていたので、これを買ってきました。で、さらに中古でこれ流儀のね、ダウンショットシンカーなんですけども、 1.8g で、でここのね台の部分がこういう、まあ、丸いね、いわゆる結べるような形状になっている、これのね16分の1オンスっていうことで 1.8g ね、これがね中古で売っていたので、まあ、330円で買ってきてますけども、結構ねここがなんていうのかな、かしめた感じの自動ハリス止めみたいなね、そういった形状の、軽いこういったタングステンシンカーが多いんですけども、ここね結構ね丸い形状だとね、いろいろね使いやすいっていうことで、まあフリーリグね、極軽フリーリグとかですね、あとはまあちょっとしたなんかルアーにウェイトをブラーンってね、つけたりとか、まあ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 、もちろんダウンショットでもそのまま使えるんですけども、ここのね、愛の形状が、まあ昔ながらのというかね、結ぶタイプになっている、丸い輪っかのタイプになっている、ダウンショットシンカーですね、これが、中古で売っていたので、これもね新品で買うと結構高いんですよね今おもりってね、これねこういう小物がね中古であったらねしめしめと思ってね買うんですけども、でこっからちょっと針を3種類ね、これね誰かがね中古で売ったんですね、大好きツイストロックシリーズがね30番40番、そして50番ね、開封してないよなこれっていうやつがね、これがね中古で売ってて、それぞれ220円っていうね、価格で売っていたんでね、これ買ってきました。このねツイストロック形状ってのがほんとね根掛かりがね、少なくてね、自分なんかだとそうですね、まあブルフラットですとか、あとはアラバマの、周りの具にこの形状の針を使うことによって、なんというか根がからない感じのね
アラバマにできるなとかで、結構ね各種ね50番も使うし40番も使うし30番も使うし、ちょっと先ほどのね、まあ、例えばこういうバウンティーフィッシュなんかにも、うん、こういった形状のねものを使うことによってさらにスナックレス性能が上がるんじゃないかなということで、もうちょっとこれより大きい番手だったかな、うん、まあでも50番とかで使ってたかな、ね、この肩の部分が先にその、ストラクチャーとかに当たるんで、こうすり抜けが非常にいいんですよね。結構ややこしいところに入れても、抜いてきやすいっていうことで、ここら辺はねもうなかったらもちろんあの新品で買うっていうね、もうね必需品なんで、買ってきてみました。はいね、針各種、ね、中古でいいの売ってました。そして、これ最後かな、じゃじゃーん、イエーイ、これはね嬉しいなっていうことで、大好きブルフラットの 4.8 インチの、桜ザリガニカラーね、これがね中古でね、これ未開封ですね、並んでたんで、これはね、ねもうメリークリスマスって感じで、サンタさんからの贈り物かなっていうね、そんな感じでね思わずこう、バイトしてしまったんですけども、まあブルフラットはね言わずと知れたもうねツレツレワームですけども、これから結構ね冬の時期ね、うん、に案外使ったりするんですよ。まあもちろんライトリグでディープを攻めるのが中心になってくるんですけども、ただね、こういうボリュームのあるのをいっぱい作ってなんていうね、そういった釣りもね好きで、まあ浅いところも投げれば、でも大体狙うのはね、真冬だと4メートルから6メートルぐらいにあるハイシーズンによくここバス釣れたななんていう小田みたいな、まあ、立ち木が沈んでたりとか、そういったところにねこういうのをねゴソ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 ね入れてね、でそこでねゴニョゴニョ動かしているとなんかぬめーっとこうぐーっとね重くなるようなあたりが出てね、得てしてそういう感じで釣れる魚ってのはもうねめちゃくちゃね、でかいっていうことで、冬のシーズンもねチャンスがあればね投げていきますよ。デプスのブルフラットの、4.8 インチね、これが中古でなんと440円ね、タックルベリーすげえなっていうねそういう感じでね思わず、買ってしまいました。まあまあこんな感じでねつらつらとねいろいろね、冬のお買い物ね、してきたんですけども、先日もあの動画であげましたけども、まあ今ね江戸川区がねすごいねキャンペーンやってて、あのペイペイのキャンペーンですね、めちゃくちゃ安いよっていうことで、まあ、こんだけ買ってもねなんとね 30% ほど戻ってきちゃうっていうことで、はい、こんだけいろいろ買って、じゃ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 ーん、はい、2735円ね、2735円買ってなんとね820円相当戻ってくる、イエーイっていうね、お得なんですよね今ね。これ12月の31日まであるんで、ちょっとねまあ欲しい竿やリールなんていうのもあるんですけども、まあ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 新製品がね続々と発表されるタイミングなんで、ちょっとね大物を買うのはね控えてね、福袋とかね買ったりしたいんでまあこんな感じでちょっとね中古でね、なんかいいものないかなっていう感じで買ってきてみましたよ。でもなかなかこれだけ買って3000円超えてこないっていうのはね本当ね助かるなって、もう本当ね釣り具って高いですからねでもここら辺はもうね絶対使うものなんで、で本当バウンティーフィッシュなんかね、これは使いやすいななんて思って、まあ往年のいつも使うねブルフラットなんかもね、いい感じの値段で買えて、はいはいはい、こんな感じで、ございます。まああとはまあ一番はねそうこのねでっかいビッグベイト用のねこの箱ね、これいいじゃんと思ってね、これちょっとまあボロボロな感じではありますけども、海で使うとすぐねこんぐらい傷入るんで、まあまあまあいいやっていう感じで、はい、こんな感じで出揃いました。というわけで、本日の釣り子 TV はこちら、間もなくクリスマスということで、自分へのクリスマスプレゼント、
タックルベリーに行ったら中古でいろいろといいものがお得に買えたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。